対8、玉鷲が対戦成績はリードしています。まあ難敵であることは本人が一番分かっていると思いますんでね、はいはい、あの立ち合いに注文つけたりすることはないと思うんですよね。まあ、玉鷲もそういうことはない力士ですから、はい、まあ、これは激しい当たり、激しい突っ張り合い、まあ、見どころいっぱいありますね。また玉鷲の土俵際ですね。はい、そうですね、あのいなし、はい、しぶといですからね。さあこの玉鷲に勝って優勝争いの先頭で千秋楽に向かいたい大栄翔。木村陽道の軍配返りました。手をついて。頭でした玉鷲。突き放す大栄翔。起こした。ペット引いて。叩き込み。大栄翔12勝目。優勝争い先頭で千秋楽に向かいます。そして4敗力士の優勝の可能性がこの時点でなくなりました。正代大栄翔に完全に絞られました。叩き込みで大栄翔の勝ち。自ら叩くという場面がありましたが、これ心中いかにというところですか。そうですね、まあ追い込んでからですからね、はい、立ち合いはお互いいい当たりしましたよね。そうですね、玉鷲も今日は、はい、一発目のこの当たりで下がれなかったですよ、はい、この辺は互角の当たりですよね、はい、このあと大栄翔が起こしていきます。ここでねちょっと玉鷲が起きたんですよね、はい、左ですかね、はい、でここ残して出ようとするところを、はい、叩きましたよね、うん、まあ、前に出ていってからの叩きなんでね、はい、そうそう危なげがなかったですね。お互い当たりはすごいですね、いい当たりしましたね、はい、向正面の雷鈴さんにも伺いますが、雷鈴さん、突き押しで鳴らした垣添から見て、はい、今日はどうでしょうか。いや、お互いですね当たり素晴らしかったですね、はい、まあ、その後のですね当たりは五分で、その後の大栄翔の手の伸ばし左右のですね、はい、これはやはり今場所は初日から素晴らしいですね、はい、まあ、向正面側から見ててちょっとまともな引きだったんで、ヒヤッとはこちら側から見てですね、はい、したんですけど、まあ、攻め込んでる分ですね、やはり、先手を取ってますから、うん、ああいう引きも効きますよね。確かに一瞬何かしまったというような顔だったのか、失敗したという顔だったのか、うん、顔をしかめた大栄翔の表情もありました。引いちゃったと思ったんですかね、うん、でも、まあ、今伊賀崎さん言われたようにね、押し込んでおいてからの引きですから、はい、はい、